こんにちは。今日は矛盾が起こってくる時期お話しします。記事を読んでいきますね。あなた自身の中で矛盾が起きてしまい、どう判断したらよいのか悩むことはありませんか？今月は特に頭と精神に何かが起こる時期です。自分では想定していない出来事が起こり、どう判断してよいのかわからなくなったり、選びたいことと現状が一致しなかったり、物やことが思うように進まなかったりという出来事はありますか？これは今の時期に起こりやすいことで、あなたの判断ミスにより何か間違いが起こるのではなく、一呼吸置きましょうという意味合いです。自己矛盾という出来事は、望みと現実が合わない時に発生します。また、両方選びたいけど、どちらかしか選べない時などです。食べ物で選ぶなら、時期をずらして選べばよいですが、仕事や生活環境、恋愛や人間関係に起こること、選択するもの、怖いと感じることもあります。今回このテーマを挙げたのは、宇宙レベルが変化し、やってきた出来事の解釈が変わっていくことを伝えたかったからです。一見矛盾に見えても、解釈を変えると必要なことに変わっていく。ここが次へのステップなのです。なんか変だぞ。こんなはずではなかったよという何か違和感というか、矛盾というか、変なことがあれば、これは今までとは解釈を変えましょうというお知らせです。過去の情報はヒントにしても良いという動画をアップしますが、これはその続きで、来た情報が自分の今までの発想では解釈できないときは、真逆に思考を変えてみる必要があります。まとめ、時代と宇宙レベルが変化したので、今までの思考に矛盾が生じることがある。発想を真逆にして考えてみると、何か見えるものがある。今日はこちらお話ししていきます。今回、矛盾というね、テーマでお話ししたのは、今までの自分の考え方では理解できないというか、納得できないことが起きてくる。こちらが降りてきたので、これに合わせてお話ししています。矛盾っていうと、A も B もどちら選んでいいか分かんない、悩む、どちらも正解のような、どちらも不正解のようなというね、意味合いを感じます。これは自分が正しいという基準で生きてる、自己肯定感が低い人だと自分がダメという形で生きてるのかもしれないんで、はっきり何かを肯定する、否定するということではなく、自分が軸に生きているということですよね。否定でも肯定でもいいんですが、この軸を変えた時に見方がガラッと変わるということを知るというのが、今回の意味合いで、一人ではなかなか気づけない部分をお話ししています。ですから、何か変だな、何か矛盾だな、何か納得できないぞということがあったら、誰かに話してみた方がいいです。何と言っても自分の価値観では、過去から現在に至る価値観では理解できないということがやってきますよ。特に今月は頭、精神異常っていうキーワードが出てるので、判断が狂ってる可能性があるんですよね。精神っていうのは、感情のくっついた自分の判断と思ってください。プチンと
頭に来てしまうとか、なんでこの人はこんな言い方しかできないのとか、立場を変えるとあなたのしていることが相手から見たらはてなマークなんですよって、何やってんのあなたっていうことを言いたいのかもしれないけれど、あなた自身から見たら相手が何こんなこと言ってるのっていうことになるんだよ、互いに意思疎通ができないよというね、意味でもあります。これはね、混乱を招いて別れを招くという意味も含んでるんですね。で、この後に自己矛盾という言葉を入れたんですが、単なる矛盾ではなく、自分の中で望みと現実が合わないという自己矛盾も含まれますよ。または両方選びたいけどどっちかしか選べないとかね。これ食べ物とかね、服とか、本当に日々に接しているものであれば、また後でこれ買おうかなとか、また食べようかなが発生すればいいんですが、これ仕事とか生活環境も大枠ですよね。家とか家具とか、まあ物ではないのでね、環境ですね、まさにね。環境とか特に人間関係、恋愛などに出るともう選べない、どうしていいかわからない、ね、選んだことによって後々後悔がやってくるようなことも起きてきます。特に恋愛、これから吹き出ますね。なぜこんなことになったっていうことが起きてきます。自分が望むものと恋愛結果が一致しないようなことがやってくると降りてきてます。で、今回このテーマを挙げたのは、宇宙レベルが変化し、やってきた出来事の解釈が変わってくることを、変わっていくことを伝えたかった。このやってきてることは今まで判断していたことと違うんですよっていうことを伝えたいですね。で、この違うということが矛盾であるとか変だぞであるとか違和感であるとか、なんだこれはっていう疑問であるとか、こういう形で降りてきますよ。で、これは自分の判断ミスで、判断ミスではなく、判断する基準を変えなければわからないことかもしれませんよという意味です。これ思考を変えていかなきゃいけないっていうのを今回話したのは、これから徐々にいろんな出来事が起きていく中で思考を変えていくんです。このスタートなんだよというね、ことを今回の動画で話しています。で、発想を真逆にして考えてみると何か見えるものがあるという曖昧なことを言ったのは、今までと世界観が真逆になってるわけですね。宇宙レベルマイナス1からプラス1になるっていうことは真逆ですよね。真逆ということは、発想自体が真逆にならなければ今何が起きているのかを解釈できない可能性があるということでお話ししました。曖昧なね、全体的なお話なんで分かりづらいかもしれないんですが、これにぶち当たってる人、いや何なのこれというね、状況に出くわしてる人からしたら、あ、何か自分の解釈を真逆にしたら理解できるのかなという発想になれると思うんですよね。ただただ腹が立つとか、相手が理解できないとか、いや私こんなとこにいちゃいけないのかしらみたいな発想になるときに、この逆視点から見るというね、相手と自分を入れ替えて考えてみると納得できるかもしれません。じゃあその後どうやってすり寄っていくのかっていうのは別問題ですね。
まず解釈をして、自分がわからないことがわかるようになることによって、一つ自分の視野が広がり、世界が広がると考えてください。横にこれからは移動する。横というのは上下関係ではなく横に広がる、ね、上と下に奥行きが出ていくんじゃなくて、よく自分自身の幅が横に広がっていくことによって届くものがある、ね、上に手を伸ばすんじゃなくて横です、という言葉で分かる人もいらっしゃいますかね。今日はちょっと分かりにくかったかもしれませんが、分かる人にはピンポイントで分かるのではないか。価値観を、価値観でもないんですよね、発想を真逆にすることで理解できなかったことが理解できるかもしれない、というお話をしました。今日はここまで。またね。